天保の改革。天保の改革は、江戸時代の天保年間、1830年から1843年に行われた、幕政や諸藩の改革の総称である。教法の改革、官政の改革と並んで、江戸時代の三大改革の一つに数えられる。貨幣経済の発達に伴って逼迫した、幕風財政の再興を目的とした。またこの時期には、 初般でも反省改革が行われた。天保年間には、全国的な協作による、米価、物価高騰や天保の大飢饉、百姓一揆や都市への仮想民流入による打ち壊しが起こっており、天保七年、1836年には、海の国における天保騒動や三河鴨一、翌天保八年には、大阪での大塩平八郎の乱などの国内事情に加え、 アヘン戦争や森村合事件など、対外的事件も含め、惑星を揺るがす事件が発生していた。天保八年、1837年、将軍、徳川家成は西丸で退院し大御所となり、家吉が将軍職となる。老中主座の水野忠邦は、天保九年には、農村復興を目的とした、人会司令や写禁止を諮問しているが、 大奥や若年寄りの林忠秀、水野忠厚、見部持成ら西丸派、家なりの長身たちによる反対を受け、水戸藩主、徳川成明による講演も得たが、幕政改革は抵抗を受けていた。天保12年、1841年に、大御所家成が死去し、水野忠国は林、水野忠厚、見部ら西丸派や大奥に対する粛清を行い、 人材を刷新し、農本思想を基本とした、天保の改革が開始される。同年5月15日に、将軍、徳川家吉は教皇、官政の改革の主意に基づく、幕政改革の上位を伝え、水野は幕府各所に、後期粛清と写真禁止を命じた。改革は、江戸町奉行の遠山影元、矢部貞則を通じて、江戸市中にも布告され、過敏な祭礼や贅沢。 車種はことごとく禁止される。なお、大奥については、姉が孔子ら数人の大奥女中に抵抗され、改革の対象外とされた。遠山、矢部両名は厳格な統制に対して上申書を提出し、見直しを進言するが、水野は車種禁止を徹底し、同年に、矢部が出却すると、公認の町奉行には、忠国福神の目付、鳥居王像が着任する。 鳥居は物価高騰の沈静化を図るため、どん屋仲間の解散や転倒、小売価格の統制や工程賃金を定め、没落旗本や御家人向けに、定理貸付や累積貸付金の寄園、返済免除、貨幣改鋳を行った。これら一連の政策は、流通経済の混乱を招いて、不況が蔓延することとなった。天保の改革は、こうした失敗に見舞われたものの、 水野は大官出事の勘定方を登用した幕府財政基盤の確立に着手しており、天保十四年には人回し令が実施されたほか、新田開発、水運航路の開発を目的とした下佐国の陰馬沼開拓や爆僚改革、常治令を開始する。陰馬沼開発は改革以前から調査が行われており、省内藩や西丸派の失脚した、 林忠秀が藩主である海復地藩四藩主に対してお手伝い武神が命じられ、鳥居も環状奉行として携わり、開拓事業が開始される。また、幕府直轄領に対して同一基準で検知を実施し、上地令を実施して、幕僚の一円支配を目指した。上地令の実施は大名、旗本や領民双方からの強い反対があり、 老中ドイリーや紀州徳川家からも反対意見が紛失したため中止され、天保14年うるう9月14日に、水野は老中職を罷免されて失脚し、諸改革は中止された。天保の改革に先立って、薩摩藩や長州藩などの西国有藩や、水戸藩などを中心に、犯罪性改革を中心とした反省改革が実施された結果、諸藩は、 自律的犯罪制を運営するに至っており、天保の改革における常時令などは、幕府と諸般経済との間に対立を生んだことも指摘される。大御所時代に、幕府の風紀は、乱れ、賄賂が横行した。大敗した、家なり時代の幕府官たちらをはじめ、多くが処分を受けた。その総計は、おまみ以上、旗本で六十八人、おまみ以下。 御家人894人であった。そして、代わりに、以下の人物を登用した、倹約令を施行し、風俗取締りを行い、芝居小屋の江戸郊外、浅草への移転、寄席の閉鎖など、庶民の娯楽に制限を加えた。歌舞伎役者の七代目、市川段十郎、人情本作家、亀永春水や竜亭種彦などが処罰された。寄せに対する規制は、 同年2月に実施され、町方や自社境内、新吉原などに200箇所を超える寄席が存在していたが、一部の古くから存在する寄席を除いて大半が規制を受け、廃業した。なお、新吉原の6箇所についてはすべて免除されている。また、免除された寄席も、演目を浸透公爵や新学など、娯楽以外のものに限るなど規制を受け、寄席は推理するが、 水の失脚後には息を吹き返している。特に歌舞伎に対し、市川團十郎の江戸追放、役者の生活の統制、平人との交際の禁止、居住地の限定、当時、三景などの名目での旅行の禁止、外出時の網傘着用の強制、工業地の限定、江戸、大阪、京都のみといった螺烈な弾圧が加えられた。それまで江戸の繁華街にあった江戸三座、 中村座、市村座、森田座を、1841年、天保12年の中村座の消失を気にがけを、禁止し、郊外であった、浅草の一角の猿若町に移転が実施された。歌舞伎の廃絶まで考慮されたが、そこまでに至らなかったのは、北町奉行、東山竹本の進言によるものと言われている。歌舞伎劇場が市内に戻ってくるのは、1872年。 明治五年まで待たねばならなかった。アヘン戦争で清がイギリスに敗れたことにより、従来までの外国船に対する内払い令を改めて新水給予令を発令し、燃料、食料の支援を行う柔軟路線に転換した。一方で、江川英流、高島周藩に西洋流法術を導入させ、近代軍備を整えさせた。 伝法の改革が行われた時期にはすでに幕府の権威が低下してきたこと、加えて財政のみならず行政面など問題点が多かったため、大多くの改革への妨害があり、結果的に改革が煩雑となってしまい、社会を混乱に導き、失敗と判断された。さらに水の失脚後に株仲間が再興されたことで、幕府権力が商業資本の前に、 事故の政策を貫徹できなかったという、爆藩体制にとっては、悪しき洗礼を残す結果となり、幕府衰退を早めたとする見方もある。これに対して、同時期に、長州藩や薩摩藩はそれぞれ国情に応じた改革を実行した。その成果によって、藩の財政は改善され、幕末には、夕藩と言われるほどの力を得ることができた。もっとも、諸藩の場合は、 行政区域が狭くて課題が少なく、その分経済、財政問題に集中できたという側面もある。この時期には、商品経済が発達しており、GDP における農業の割合は低下していた。それにより、幕府の財政が苦しくなっており、根本的な問題は解決しなかった。この時に、地租改正を行っていれば、幕府は崩壊しなかったかもしれない。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。